こんにちは、リカリコです。はい、今回はじゃーん、タバ新作紹介です。イエーイ。もうこれ超楽しみにしてたリコ。サンシャインパインフラペチーノ、動画多分出てるのが6日なので明日から発売開始なんですけど、はい、先行販売でしっかりゲットしてきました。私たちは5日に飲んでいます、はい、これはトールのみで690円ですね、はい、でも暑いので、うん、いいですね。これさっぱり飲めそう。まだ分からんけど上にホイップが通常はあったらあるんやけど、ちょっと溶けちゃいました。こんな感じになっちゃってます。入道雲をイメージしたホイップクリームを混ぜ合わせれば、ほのかな塩味がパイナップルの甘みを引き立てる、果肉感たっぷりでクリーミーな味わいが楽しめる、いやなんかな、あれこう TikTok で見てんけど、ちょっと、うん、塩っぽさもあるっぽくて、うん、じゃあ一番下のとこは何ですか。これはそれゼリーですよね。その一番下のやつは多分ね、プルプル食感のゼリーじゃないかな。ゼリーって今まであった？スタバで。分からん、いちごとかもあったんかな。いちごは果肉やろ。でも爽やかな味らしいから、夏でもね、この見た目以上にさっぱり飲めるんじゃないでしょうか。じゃあ早速いただきますか、はい、いただいてから感想言いましょう、うん、それではいただきましょう。いただきます。で混ぜるのが正解。混ぜるのが正解。ちょっと溶けちゃったな、残念。でもなんか、いただきます。いただきます。うまっ。これはスタバじゃない。うん、スタバじゃない、スタバじゃないかも。この上でやばい、ここ、うん、うまっ。この一番下やっぱゼリーで、うん、でこの黄色いところ、シャーベット何。いやこれ普通にフラペチーノの感じやと思うけど、パインの味めっちゃ美味しい。これミルクとか入っとる。これ生クリームが溶けたからどうか分からんけど、スタバこれって感じ、感想として、うん、全然甘くない、うん、海の家とかに置いてそう、うん、美味しい、うん、なんか今までのさ、スタバの新作とか、うん、もちろん全部美味しいけど、なんか普段通り甘い感じのが多いやん。あれだ、果物で言うとイチゴとかは、そう甘いやん。確かに甘いよ。だけどこれは両方さっぱりさっぱり、黄色の部分、うん、パインの部分もさっぱりやし、うん、ゼリーの部分もさっぱりで、マジうまい。ジュースって感じ、果物のジュースって感じ、うん、これはやばいぞ、うん、うまい。これリカとリコいつもホワイトモカが、うん、キャラメルフラペチーノしか頼まんけど、頼んでしまいそう。なんかシュワシュワ感はないけど、うん、けどなんか想像でシュワシュワを感じれる感じ。わかるわかる。やから暑い日とか、うん、めっちゃいい感じ。これでリコ夏感じました、うん、うまっ。強いて言うなら、うん、パインの果肉欲しかったな。あったら美味しいな絶対、うん、いやめっちゃ美味しいけど、でもその分ゼリーなんやろな多分、うんうんうん、食感が。確かにパインの果肉が入ってたらさらに美味しいかも。リコだってさ、結構スタバのさレビューというか動画撮っとるけどさ、うん、このスタバにない作ってほしいメニューある？リカ、うん、もちとか入れてほしいな。あるんじゃ、調べてみ。ないやろ。何絶対さ、なんかもちこうストローで飲んだらさ詰まったりしたら危険やしさ、なさそう。なんか 和の感じのやつ飲んでみたい。ないんかな、京都限定とかで。そんなある？なんかさ、おしるこみたいな感じで。おしるこのフラペチーノ美味しいかな。フラペチーノじゃなくて、うん、和っぽいあんこも入って、きなこ餅のキャラメルフラペチーノとか。きなことかあった今まで。だからきなこと餅のフラペチーノとか絶対美味しい。調べてみよう。飲みたくない？きな粉ってあったんかな今まで。分からん、どうなの。あるやん。あずきな粉、リカとリコの両方でも入ってる。これ何、こんなんあった、いつこれ。2019年やって。ってことは絶対飲んでますよ。飲んでたかな。しかもわらび餅もちゃんと入ってる。そうなん。でもめっちゃ安い。これいくら？590円。やっぱスタバも値上がりしてる。ラテもある。
値上がりしてるって言ったかも。地元フラペチーノ懐かしくね。めっちゃ懐かしいな。あったな。どっか行ってたびにさ、あ、これ飲めるやんみたいな言っとったもんな。え、それってそんな前？うまいちゃう。うまそう。2023年にフォンダンショコラフラペチーノ。やば、これでも絶対確実に飲んでます。え、飲んどるかな。飲んどるよ。え、こんなんあった？バターキャラメルミルフィーユフラペチーノ 100% うまいんやけど、こんなん絶対おいしいな。なんかディズニーに置いてそうな。うわ、これやばかったね。これ、これめっちゃ飲まんだ。いや、もうめっちゃ飲んどった。あのカリッカリの部分、もう限定さ、なくなる寸前まで飲んどった。飲んどった、マジで。事務所がね、今と違う事務所やって、うん、そっちの事務所の近くにスタバがあって、うん、毎日のようにその事務所通ってたから、行くたびに、あ、売り切れてないかなとか言って、毎回あのモバイルオーダーとかして、そういうのやってました。打ち合わせしてた。いや、ほんまに。うわ、え、こんなんあったん。ベイクドクリーミー生ホワイトチョコレートフラペチーノ。え、それってさ、チョコもあった、チョコもあるやつじゃない？普通に。え、ちゃうで。え、これこれ、これとこれ同時発売じゃない？ほら、やっぱ。あー、ほんまや。あ、あったな、やったこれ、やった、デビューしたわ。うわー、でも結構飲んでますわ、こう見たら。懐かしいな。うわ、こんなんもあったよ、焼き芋フラペチーノ。こっちもあったんかな。いや、でもさ、歴代見るとさ、やっぱ芋、うん、やっぱ美味しかったな。てか、やっぱりあのスタバも挑戦したと思う。誰やで。違う、もう歴代の見とるとさ、確かに甘めばっかり、やっぱ甘いの多いやん。確かに確かに。それの初挑戦やな。そう、それをさ、うん、みんなもう頭に置いとると思うから、うん、超えてくる、想像を超えてくる。スタバの歴代入る。そう、だから逆に甘いの苦手で飲んでなかったって人は飲めるかも、うん、例えで言うと、うん、こう売ってるゼリーあるやんか、普通にこうめくって食べるゼリー、うん、それをギチャギチャギチャしたやつが入っとる感じ。わかる、リコそれめっちゃ好きなんや、その食べ方。な、うん、だからそんなにこう甘ったる、めっちゃ甘って感じじゃないし、甘さは何にも感じへんかも。甘いのが嫌いな人はこれも甘いって感じるかもしらんから、その場合ホイップとか抜いたらいいっちゃう。確かに確かに。そしたらもう最高、ほんまに。ジュース、今回はスタバ新作を飲んでみました。これスタバの方が見てくれていたら、うん、次はわらび餅お願いします。あ、あと秋はあの芋がやっぱ食べたいです。さつまいもカリカリ多めでお願いします。はい、というわけで皆さんもこれ明日から販売なので、うん、ぜひ飲んでみてください。それでは皆さん、今日も見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。